ヒーローさん、ちゃんと仕事してくださいよ。もう店長に怒られますよ。はいはい、今行きますよ。まったく、私は時給以上の働きはしたくないんですよ。市場への私に仕事を押し付けないでいただけますか。なんかそばかす書いてます。私はずっとこうですよ、神主様。あれっすか、もしかして薬屋の独り言のマオマオに影響受けてます。薬屋の独り言のマオマオ、何言ってるんですか。影響受けてますよね。何言ってんだこいつ。ボコボコにしたいところだが、バイト先の人間だからやめておくか。シャー。俺あれなんですよ、妹が最近それめっちゃハマってて、俺もたまに見てるんですよね。ああそうなんですか。仲が良くていい子ったって感じですね。じゃあ私働くんで。あ、ちょ何ですか。こいつ顔がいいからってすぐセクハラしてきやがる。まともに会話してもらってもいいですか。何なんですか。いや、あの店長が忘年会全然人集まんないからもう一回みんなに声かけてって言われたんですけど。なんでそんなに私に構うんですか。まあ私にっていうか、ほんと誰もね来てくんないみたいで、あの酒飲み放題らしいんです。お酒、お酒が飲み放題なのか。そうなんですよ。しまった、酒が飲めると思って興奮してしまった。にゃにゃ、行くってことでいいですか。なんでそんなに私に構うんですか。私が行かなくったって話していただいてもいいですか。何もしてないですけど。なんでそんなに私に構うんですか。セルフカベドンですか。こいつ勘がなのに、なんで私にこんなに執着してくるんだろう。なんすかこの茶碗。本当早く働いていただいていいですか。私そんな暇じゃないんで。マジでこっちのセリフなんですけど。それ、どうしたんですか。ああ、これ店長がくれましたけど。店長、貸してください。ちょ、俺飲みかけなんですけど、これ。恍惚な表情を浮かべて。ちょ、なんすかそのハンカチ。これ、毒です。リンゴジュースです。これをもらったのはいつですか。いや、さっきだからみんなにもう一回声かけてくれっつってくれました。なるほど。これはあくまで私の憶測ですが、店長はあなたを殺そうとしていたんだと思います。なんでだよ。人種様、山本がバイトを設定ちゃんとしてください。山本がバイトを真面目にやらないということを店長は前からなんか嫌だなって思ってて、それで混ぜた。ちゃんと設定してくださいだと思います。いや、あんた、ま、仕事してないの。あくまで憶測ですけど。マジで仕事してください。どうでもいいけど。そこに含まれている毒はまあ一種の下剤のようなものだと思います。暑いなぁ。いいっすよ、そのそばかすね、なかったら美人だみたいなやつ。ああ変わってないし。仕込みに見せた方が何かとお得なんで。なんすかそのハンカチ、寿司柄、珍しい。そういえばこの前みんなが困ってたクレーマーの男、あれもう店に来ないと思います。私がちょっと可愛がったら泣いて謝ってきて、私はもう来んなよって軽く言ったつもりだったのに、大男が泣いて出てったんですよ、ごめんなさいって言って。なんで嘘つくんすか。それ俺ですよ、処理したの。なんでみんな私のこと怖がるんだろう、大して怒ってないのに。簡単にバレる嘘ついちゃダメっすよ。早く働いてください。ほんとこっちのセリフなんですよそれ。店長